学から令和4年おこもりの保養の方を開式させていただきます。南安間の願うところが結ばれますことをお祈り申し上げます。当年が世界全体において健やかなる、そういったものにつながることをお祈り申し上げます。さまざまな思いというものをさせていただきまして、ご一緒いただきますようにお願い申し上げまして、謹んで法要の方を開始させていただきます。それではよろしくお願い申し上げます。第二地如来金剛海英三十四尊空万なら諸尊小十七美に大悲大僧八王連来十三大因人説小十ことに別しては本尊少者大慈大悲楢崎聖観世音大菩薩蓮華部中諸尊小十般若利主人人名伝弘法大師等初代アジャリア総持帝は仏言書上、拝毛十十一歳三毛の境外に申して申作。それ、楢崎観音堂本尊、楢崎聖観世音大菩薩と一派。その演技を尋ねみれば、1114年の昔、大海より白金の浜へ引き上げられ、当地に将来結縁するを短所とす。以来、金剛諸人の崇敬厚く、ことに、南部藩藩主、南部重直公、重信公の時代、聖観音像が秘仏として、造立安置処分され、以降倍増す。時、大きくうねり動き、明治に至り、旧地より東山へ遷座される。以後、東山、代々遷し、当地、上、全南、全女人により再興され、現在に至る。そもそも、大聖観世音大菩薩といっぱ、シャバウエンの少女、東岳無垢の大師なり、妙智力の月は、地獄書き畜生修羅人間の六道を照らし、おのおの諸願成就を一心に祈願し立て祀る、並びに普賢院寺子や道場にて、写経、写仏、修行をせらる善男善女人、大慈大悲楢崎聖観世音大菩薩ご法前に奉納する写経写仏に馳せられたる諸願の成就を祈願し立て祀る。仰ぎ願わくは上絵の窓静かにして親しく滅罪の情報を積み、苦毒の林刺激してついに10日の書院を熟せん、およそかの衆生あまねく及び栄光す。内心崩壊平等利益、これ時令和4年2月17日大安吉日、楢崎観音別当宝生山普賢院第65世住職権生僧正社門大春敬って申す。修士釈上東願修上例えば法要の最後にご参列の皆様と共に柏手を2つ打ちまして、一度深く礼拝をさせていただきますので、ご一緒にお願い申し上げます。